ベストセラーズチャンネル、今回はミルノ英二さんにお話を伺っています。パーソナリティは平間雅彦です。こんにちは、平間雅彦です。今回は中慶出版より出版されています渋すぎ技術に男泣きの著者、ミルノ英二さんにお越しいただきました。ミルノさん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、今回ですね、こちらの本はコミックエッセイって言っていいんですかね。はい、そうですね。はいですね、渋すぎ技術に男泣き、今シリーズで累計20万部以上と、大変ですね。そう言われてますね。言われていますね。はい、今回ですね、こちらの、本ですね、今回2冊ですね、渋すぎ技術男泣きの2パート2ですね、第2弾もありますので2冊ですね、ご紹介していきたいと思います。その前にですね、ミルノさんという方がですね、どんな方なのかちょっと最初にお聞きしたいんですけれども、今はもう漫画家として活動されていると、はいはい、そうですね、漫画1本ですね。漫画1本、はい、ね、まあ、デビューが2、30歳かなぐらいかなんで、もう10な、もう数年経ちます、10年ぐらい経つのかな。はい、うん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 。その前、まあ、技術者は20代10年やってまして、そんな感じですね。はい、で、じゃあ最初は技術者としてお仕事されていらっしゃったんですか。もう同時なんですか、漫画。いや、そうですね、もう20歳就職して、そのまま会社に入ってって感じですね。はい、うんうん。で、漫画を書き出したのはやっぱその頃で、結構遅く始めた感じで、うん、まあ、要するに、ま、あの漫画家になりたかったんですけど、はい、それで働きながらこう持ち込みをしたりしてまして、おお、なんか何十回行ったかな、たくさん行きましたね。あ、その作ったものも作品ですか。そうですね、漫画を、うん、会社終わって、うん、だから残業して終わって夜10時ぐらい終わって、そのまま漫画を描いて、午前3時頃まで描いてっていう生活で、でまた朝8時に家出てっていう、それでできたものを毎月持ち込みしたりしてっていう、そういう繰り返しでしたね。漫画はじゃあ小さい時は好きだったんですか。うん、そうですね、もう小さい頃から好きで、でも途中で描かなくなったんですよね、学生時代に。こんなめんどくさいものなぜ書かなきゃいけないんだっていうところが、会社に入ってから、はい、俺はここでこの工場で一生いるのかなと思ってそれでちょっとやっぱ漫画を描きたいなと思って書き出したんですよね、また。その働いてる時に書いてた漫画というのはどのような漫画書いてたんですか。漫画、うんことかたくさん、もうギャグ漫画でもうどれだけこうふざけるかっていうのを競い合ってましたね、もう自分の中で。あ、ふざける、うんうんうん、誰よりもギャグが俺の方が面白いみたいな感じでこう、うぬぼれていて吉田戦車先生とか、ああいうブームもあったんで、はい、稲中卓球部とかそういう、はい、ギャグ漫画ブームがあったんですけど、ところが今やギャグ漫画はもう廃れてまして、風前の灯火なんですよね。で、まあ、それでやっぱ仕事が減るんですよね、ギャグ漫画の仕事が、はい、いかに面白い漫画を描くっていうのはもう読者にとってはスパイスでしかないんですよ、ね、スパイス、きつくて読めないんですよね。で、単行本も売れないし、でおのずと出版社側の雑誌に、ま、ギャグ漫画が消えていくんですよね。それでしたら、そのこちらの渋すぎの方が、まあ、たまたま僕持ち込んだら本にしてくれて、したらなんかあれよあれよっていう間になんかこんなことになっちゃったんですけどね、こんな本になっちゃったと。こちらの本ですけども、はい、じゃあ今までそのご自身が経験されてきたお仕事と、あとはこの漫画家としての経験をまあ融合して作ったという本でよろしいんですかね。そうですね。でと、そういう、仕事、昔の仕事の漫画封印してたんですけど、はい、まあ、ちょっとリクルートさんで連載してる時に少しなんか受けが良かったんで、うんうんうん、その続けた感じですね。こちらの本ですね、簡単にですけど、ストーリーをですねちょっとお聞きしたいんですけど、はい、昔話と取材物が両方入ってまして、昔話と取材、まあ、取材物はいろんな工場、中小企業さんのものを作ってる工場に伺って、はい、どんなものを作ってるんだって感じで、かなり細かいとこまでこう追いかけた、はい、つもりなんですよね。あとは、まあ、昔話の方は僕の20代の頃の半導体製造装置を作っ
ってる時の話とか、はい、あのゲーム会社にいた時の、うん、失敗した製品の話がほとんどなんですけどね、うん、で、で会社がゲーム会社が倒産したりとか、はい、まあ、そんな感じですね。あのこのですね本を作るにあたって、これ今私手元にですね本置いてますけども、漫画イラスト、あとこの文字とか、これ全部水野さんが作られたんですか？はいはいはい、そうです、そうですね、手書き文字で、手書き文字で、はい、そうですね、このあたりのですね、ちょっとリスナーの方にもですね、私もお聞きしたいんですけども、苦労話ですね、結構大変だったんじゃないですか、これ作るのは。はいはい、でフルカラーですし、そうですよね、手書き文字で、うん、あの第1巻が出た後にハガキがものすごく来まして、ハガキ、それは読者の方からですか？はい、うん、そうです、こんな高さ30センチぐらいの高さで来て、ファンレターだと思って、ファンレター、はい、あの喜んでたら、はい、誤字脱字の指摘なんですよ全部ファンレターかと思ったら、ね、そうだから相当なその誤字脱字が多くて、もう直しても直しても出てくるんですよね。そうか、手書きで書いてるから。そうなんですよ。そうですね、直すの大変なんですね。そうですね、さらに理系なんで、はい、もう国語とか全く興味なかったんですよね昔は。はい、あ、それでが、そうですね、どんどんやっぱり時間をものすごい費やしますよね。そうですよね。そうしますと、これをカラーで書き上げる、それが一番まあ大変だったわけですかね。あ、そうです、まあ、取材がやっぱり、それプラス取材がやっぱりあのアポイント取って、はい、取材先に行ってで、うんうんうん、でこうまたラフを起こしてネームと言われるものなんですけど、それを先方に見せるんですよね、うんうんうん、それで OK が出たらやっとペン入れができるってい う, こうすごいやり取りがめんどくさいんですよ。あ、でやっぱ気を使って、ね、あちらの取材先の方社長さんとか、うん、割と若く書いたりとか、いろいろ気を使う部分があるし、そのあたりね苦労されて作った、そして今ねあのお話笑えるような笑えない話ですよね、ファンレターかと思ったら誤字脱字のってありましたけども、あのこの取材ねたくさんされていらっしゃる、その取材先っていうのはどのようにしてこうあの選定していったんですか？はい、まあ、いろいろなんですけど、僕が選んでいたものとか、はい、あとはリクルートさんに乗ってる時はリクルートさんが探してくれたりでしたね、うんうん、はい、第1巻は、2巻に割るとまた僕が昔の知り合いの関係のところに行ったり、はい、中継出版さんが見つけてきてくれたりでしたね。でそういったところに行って、まずは取材をしてから、そうですね、その中でですね、まず1つ2つぐらいまで聞いてみたいんですけども、はい、あの取材してみて、あとこの本にあの書いてある内容でここはすごくなんか印象に残ってる、渋すぎっていうですね、なんか会社もしくは事例教えてもらいたいんですけど、一巻ですよね。一巻ですね、はい、たくさんね事例が出ていますけども、電子回路をものすごい複雑な回路、まあ、ロジック回路って言われてるんですけど、はい、三角とかこういうなんかね四角とかある、三角とか四角とか、はい、これをいかに、短縮するかっていうのを、早く処理させるために、その回路をずっと考えてた社長っていうのはこれ渋いなと思いましたね。なかなかこれできないっていうか、パズルのような作業で、はい、ものすごい頭使うんですよね。確か3年間利益、ね、ゼロを乗り越えてっていうあのお話ですよね、もう数学者に近いですよね。数学者、物理学者さんとか数学者さんはなかなかこう、世の中に役に立たない部分もあったりするじゃないですか。そのでもこちらの場合は回路のスピードが速くなったりとか、相当陰ながらの、なんだろうな、見えないところでの成果が出てるんですよね。その辺がこう気づかれない、誰にも気づかれないところがやっぱなかなかこう渋いなと思いまして、そのあたりはあれですかね、水野さんとしてはなんか応援してあげたいとか、なんか世の中に出してあげたいっていうような思いで今回の本とかこの取材で取り上げてるってあるんですね。あ、そうですね、ちょっと気づいていただければなと思いましたね、皆さんに、こういった人がいる、そうですね、こういう会社があってこういう苦労があって、そうですね、
だからまあそれのなんかこう橋渡しというか、うん、そういう漫画でならね割と分かりやすくこう読めるんで、硬いこう書籍になっちゃうテキストとかになっちゃうと、うん、結構若い人とかあんまし興味ないというかね なるんで、こうポップに説明できればなと思ったんですけど、うんうん、そうですね、私なんかもですねこういった技術とかですねなんか難しいとか、うん、あと私なんかにするともう世界が違うと思ってたんですが、ですね、うん、こちらの本を、ね、手にしてみると、まあ、漫画っていうのもありまして、うん、すんなりこう読める、うんうん、あとはね、あのすごく面白くね、うん、あの書いてあるのもあるので読みやすいですよね。よくね言われるんですよ、あの、そのなんだろう、別世界と思っていたって方がやっぱ多いんですよね、あのよく出版社の方とかと会うと、でも僕からすると逆に、うん、こう出版業界とかマスコミ関係の方が、うん、の方があの謎だったんですよね未知数ね、華やかな世界みたいなイメージがあって、はいはい、だからちょっと不思議な感じなんですよね今の僕の、まあ、ここにいること自身もなるほどね、ええ、私本当に手にして読んでみて、ね、こうやって技術が細かいことって、ね、うん、まあ、難しいなって、うん、あんまり 知りたくもなかったというか知らない世界だったんですけども、はい、実際に読んでみるとね、うん、まあ、これ漫画にしてあるエッセイだから読みやすいですかね、それはね、そうですね、そう見てもらえればありがたいですね、うん、うん、そうですね、うん、こちら先ほど一つですね事例も出していただきましたが、はい、はい、こちらのですねまた本の中で、はい、これはなんか印象残ってるなとか、うん、あの、はい、すごくね良かった、あの面白い話があったっていうですね、はい、なんか事例をちょっとお聞きしたいんですけども、そうですね、はい、このメダルゲームをねゲーム会社でこう開発もしてたんですけど、よくあのゲームセンターにある、ええ、あのメダルゲームですね、はい、うん、で普通もう今はセガとかが牛耳っちゃってるんですけど、はい、ちょっと前まではまあいろんな会社がいろいろ開発してまして、うんうんうん、それでこう開発にねちょっと携わったやつがあったのがこのスカイシューターってやつで、スカイシューターメダルをポロポロってこう入れると、はい、メダルがピョンって跳ねて、うんうん、それで回転している円盤のスリットに入って、うん、得点を稼ぐという、コインを入れて、まあ、飛ぶとピョンと飛んで、うんうんうん、であの得点を稼いで、はいはい、景品が出るのかな、はい、なんかバッチとか、うん、でこんなものでもこれちょっと20何歳でもうゲーセンに行ってもこのゲームはやりたくないなと思ったんですよ、はい、あ、水野さんが、ええ、はい、でも開発仕事だからやつ、ね、うん、やらなきゃいけないってことで、はい、うんうん、まあ、でもメカとかも面白いんでやってたんですけど、うん、はいはい、いや本当にあのつまらないんですよ、はい、つまらないつまらないですよ、はい、うんうん、たらだんだんこうオプションをつけていくんですよね、はい、その、はい、なんかこう開発の方が、うんうんうん、でメダルがシューターでポロッとピョンと入るところに、はい、ゴールキーパーをつけやがって、ゴールキーパーですね、あ、まあ、いや邪魔をするところです ね、 そうですね、キーパーがね、はい、はい、どうもねなぜゴールキーパーなのかって聞いたら、はい、なんだかワールドカップのなんかあったんですよねその年に、はいはいはい、だからだって言うんですよこのゴールキーパーがねべこべこ動くんですけど、はいはい、本当に邪魔してねムカつくんですよ、はい、これはあ、ちゃんとキーパーになってですね、そう、うんうんうん、でもちろん動きを甘くしてくれってことになったりして、でこのプログラマーの方がね、はい、あれですよね、あの実験ランニングっていうか音声の実験とかするんですよ、はいはい、でメダルがゴールに入った瞬間ゴールって言うんですけど、はいはい、それがあのフロア中に毎日響き渡るんですよ、ゴールゴールゴール毎日実験なんでしょうがないですけど、そうですね、うん、でね大変だなと思って、ええ、その日にそのプログラマーさんと飲み行って、はい、で帰ったんですよね、別れ、はい、2人で飲んでお疲れ様って別れたら、うん、その日にそのプログラマーさんがノックアウト強盗に会ったんですよね、ノックアウト強盗あの後ろからぶん殴られて最後取られちゃうんですよ、はあ、そう、そういう悲惨な目にあって、でそれでも次の日彼はあの仕事しに来たと、さあ会社に、あ、なるほどね、でも本当はこれ会社に来た理由は、うん、財布とか取られちゃったから、はい、家にまた強盗が来るのは怖いから、はい、会社に出てきただけなんですよ、逃げてきたような感じ、そうそう安全のため裏話なんですよ、なるほどね、この辺りその、はい、
作る人方と、はい、あとその、はい、まあ、いわゆるマーケティングとかプロモーションする人の中でのやっぱりその意見とか思惑のやっぱり違いって出てくるんですか？うん、そうですね、うん、まあ、やっぱり営業の方とかはやっぱ売れないと困るのは恥かくとか、ね、あるんでいろいろ言ってくるんですけど、うん、はい、作ってる方、開発の方はやっぱちょっとね、うん、営業の人のこと舐めてるんですよね。あ、開発側なの、作れないくせにみたいな。それでやっぱりこう揉めるっていうか仲は良くないですよね、普通の製造側と営業さんっていうのは。なるほどね。よくね、営業とかセールスとかプロモーションとかの方が表で喋るとか、うん、そういう本ってたくさんありますよね。そうですね、うん、まあ、プレゼンというかあれですよね、あのデモとか、うんうん、デモンストレーションとかでも、うん、それで営業さんがねこうやったりして、うん、で途中止まっちゃうとやっぱり大元ですもんね。そうですよね、うんうん、スティーブ・ジョブズなんかあのね紹介の時に途中で iPad が使えなくなったらもう遅いですもんね、はい、多分。そうですね、そうですね、そうですね。それだけプレッシャーがこうお互いでかいですよね。なるほどね。なんか今のお話の中でもね、なんかこういうエンジニアの方とかね、こうやって頑張ってる人なんか応援したいっていう、うん、はい、そういった思いがね、伝わってきますよね。そうですね、もう一つちょっとじゃ あ, このね、はい、中でもうたくさんね事例、はいはい、あと取材、ね、の内容ありますので聞きたいんですけど、はいはい、これかな、あの、まあ、またゲームの、ね、あれになっちゃいますけど、はい、ドラムをねの、なんだろう、ドラムゲームですよね、電子ドラムゲームですよね、ゲームセンターにある、はい、うんうん、落ちてくるマークを、うん、そのパンパン叩いて、うん、それであの得点を稼ぐというのが、うん、これあんま僕少しだけしか触ってないんですけど、はい、うんうん、なんかやっぱりいつの間にか続々と組み上がっていって、うんうん、すごく完成に近い状態になってたんですよね、うんうんうん、ちょっと僕はどっかで見たことあるなと思ったんですよ、ゲームセンターで、はいはい、まあ、今やそ、ね、当たり前なんですけど、はい、その当時なんかどっかに見たことあるなと思ったらゲームセンター行ったら、はい、全く同じっていうかそっくりのやつがあのドラムゲームがゲームセンターに新規で置いてあったんですよ。置いてあった、はい、あれと思って、うんうん、で会社に行ったら、はい、その次の日になんかファックスが届いたらしくて、はい、あの警告ですよね、はい、警告、某大手ゲーム会社から、はい、うちのドラムゲームとそっくりなものを開発してるみたいだけどやめないと訴えるよっていう、ね、そういう内容の警告文がありまして、ね、はい、それでもうすぐそのこのドラム、ね、ドラムのなんだろう、ドラムビートか、レッツドラムビートって書いてあるんですけど、はい、この開発が終わりましたね、うん、ちょっとで、はい、地下2階にお蔵入りしたと、お蔵入り、スカイシューターと一緒に、あこういうことがあった場合に、ね、ま、いわゆる責任ってことを考えた場合にはですね、うん、誰のこれは責任になってしまうんですか、これは。なんかエンジニアの方、まあ、技術の方関係ないですね、ねえ、うん、じゃないような気がしますよね。まあ、代表者となると思うんですけど、大体、裁判沙汰は、ね、結構小さな裁判沙汰多いみたいで、大体、うんうん、弁護士が代表して勝手に喧嘩して終わるっていう、そう、であやもやにして終わったりっていう多かったようですね。今のような事例がですね、これ実際にね、こう取材されたり体験されていることをすごくこう分かりやすくしか、で面白くですね、本当にあのなんだろうな、これ感情もね豊かですよね、ね、いろんな登場人物の方とかも出てますので、なんか私もそうでしたけれども、この技術とかね、エンジニアちょっと興味がないなっていう人もこれ見てみると、あ、こういう世界があるのか、そうですね、ね、面白いですね、新しい世界というかね、楽しいと思うんですけどね、そのあたりがですね、あの今回シリーズ累計でもね20万部以上、まあ、受け入れられてると言われてますね、と言われてますね、そうね、だって評価されて支持受けてると、はい、でこのですね、渋すぎ技術をとこなきの、最初の1冊目、その次に今度ね、第2弾ですねがありますけど、この第2弾の方は第1弾と比べて何がこう違うんですかね、あれとちょっと真面目になりましたね。あ、ちょっと真面目に、はい、で取材が増えまして、はい、昔話を減らしましたね。あ、昔話減らして取材増えてると、そうですね、ちょっと真面目になってるんですか。そうですね、ね、リクルートさんで好き放題やったんですけど、はい、その後、ね、中芸出版さんという、 こう真面目な会社さんと一緒に取材行ったりしたんで、はい、結構もうちょい、取材増やそうということで、うん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 、結構いろいろ行きましたね、メッキ工場さんとか工場、板金工場さんとか、ほうほうほう、まあ、蒲田
東京蒲田行ったり、東大阪に行ったりでしたね、はい、で取材してまたそれをご自身で漫画化する、うん、はい、そうですね、やはりこちらも第2弾の方時間かかりましたか。そうですかなりね、うん、そうですね、あのまずバラシという渋杉技術にバラシすぎという新企画がありまして、はい、ファンドミッションをバラシで解説したりとか、はいはい、それの部分とかも理解するのにかなり大変でしたね。なるほどね、うん、じゃあの基本的な内容としては第一弾と関連性が続編みたいな形でいいんですかね。そうですね、うん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 、2の方がちょっと読みやすいと思うんですよね。あの、取材をメインで、うん、昔話も、もう割とあのおとなしめに書いてますよね、うん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 、これねぜひね1冊目の方まず手にして読んでみて、ね、で面白いっていうことあれば、ね、第2弾の方も ね、 そうですね、うん、ぜひ読んでほしいですよね。そうです、2からでも十分あれですけど、うん、そうですね、あの2からでもいけます。私実際、ね、最初ですね、2から読んだんですよ。あ、そうですか。あのこっちの1冊目の方がです、ね、手に入んなかったんです、うん、あ、書店さんと、はいはいはい、あとアマゾンさんで買おうと思ったら、ええ、返品されてたんですかね。え、返品されたそうじゃないと売れてたんですよ。そうですか。ですから2から読んで、で1に入ったっていう、 ありがとうございます、うん、っていう読み方もできたので、うん、そうですよね、はい、うん、この2冊ねすごくあの、ね、どちらか読んでも、ね、いいんじゃないかなと思いますね。そうですね、あのちなみにこれを読んだ方からなんか直接届く感想とかっていうのはありますか。こんな風に言われたとか。そうですね、同業の方とかね、うん、同業の方、うん、北海道とかの人とかからメール来たりして、はい、私も会社が潰れました、それで逃げたことがありますみたいなそういう人とか、はい、あと女性とかでも、はい、なんか女性、お父さん、彼氏とかお父さんのお仕事が、ね、うん、なんかちょっと理解できたとかっていう、あ、なるほどね、ご意見がありましたね。うーん、うん、あの基本的にこの本はどんな方に水野さんは読んでほしいなと思って作ったんですか。これは書いたんですか。あの、まあ、あれですね、こちらの世界を知らない方ですね、うんうんうん、だから女性とかホワイトカラーというかの方々にちょっと、見てこういう世界を分かってもらえればなーなんて思ったんですけど、ね、じゃあ先ほどの女性の方のそういったね、うん、感想ってすごくいいですね、そうですね、うんうん、でもサイン会をね、あの神保町でやらせてもらったんですけど、はい、ね、130人来たんですけど、はい、9割方男でしたね。あ、9割方男まあそうですね、こちらのね、あのタイトルだと想定見るとね、やっぱり男性の方がね、うん、まずは手にするのかなっていう、ね、その中でもね、確かにそうですね、知らない方がね、例えば自分の親とか周りの人がね、うん、こういった仕事をしてるっていう時に、うん、その仕事を理解するっていう意味ではね、そうですね、すごくね、受け入れやすいですよね。ですよね、全然モテない漫画なんですよね、うん女を受けしないね、あの最後にですね、はい、ありますけどラストメッセージとしてですね、はい、あのこれを聞いてる方になんか、うん、あの水野さんの今後の活動とか、うん、今なんかやっているね、うん、ことなどを聞きたいんですけども、はいはい、うん、あのニコニコ動画、ニコニコ動画ところで、うん、あの、はい、ニコニコ生放送で、まあ、公式なんですけど一応、はい、番組表に載ってるんでね、でそこで、漫画家だらけのハッピーアワーっていうのを、まあ、大喜利をよくや、ね、主にやる番組生放送を隔週で、ね、はい、やってまして、はいはい、まあ、漫画家だらけのハッピーアワーで検索してもらえれば分かると思うんですけど、漫画家だらけのハッピーアワー、はい、でなんか売れないつかでもうダメな連中が集まって、うん、大体最後は罵り合いで終わるという、ね、そうですね、人格否定とかで終わるんですよだからお前はダメなんだみたいな、そんなだんだんもうあのごちゃごちゃになってきちゃった、はい、それ出演してる方同士でいいんですか。本当に仲悪いんですよそれ作ってるわけじゃなくて本当に仲悪いんですか。そうなんですよ。でなぜじゃあ番組をやってるんだって言うと、はい、あのニコニコ生放送ってこうテキストがバーって流れるんですよね、でそれがライブ感が、はい、あの漫画家は味わったことがないんですよね、ミュージシャンと違って。うーん、だからそれがなんか楽しいみたいなんですよね。なるほどね、はい、じゃ今そういったことも各種やられてるんですか。はい、そうです。こちらですね、あとブログとかもあれですか。ね、ホームページが一応僕たちピヨピヨコミックっていうのがあるんですけど、ピヨピヨコミック、はいはい、でもインフォシークっていうところがサービスが10月で終わるんで閉鎖になります、はい、あらら閉鎖になるんでこれ作んなきゃですね。今のうちにブログを今ねちょっとあの作ってるんですよ、アメーバで。アメーバブログ、はい、それなのでちょっと、うん、まあとりあえず
あの見るので検索してもらえば。そうですね、はい、ミルノさんのね、あの字っていうのは、漢字の見るという字にカタカナのルが入るんですね、はい、ルが入って、そう本名なんですけど。ああそうですか、へえー、で野原のですね、ミルノさんで検索すると私も検索して出てきましたので、はいはいはい、これでね Google とかね、はい、Yahoo で検索していただければと思います、はい、今回ですね貴重なお話、あとはですね、はい、すごく、ユーモア交えてあの聞いてきて本当に面白かったです、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。今回はですね、渋すぎ技術に男泣き、中継出版から出版されています、ミルノ英二さんにお話をお聞きしました。ミルノさんありがとうございました。ありがとうございます。